佐々木です。今回ですね、アリババグループが、国際送金に成功したという話をしたいと思います。プラス、Amazon とか、e コマース業界がブロックチェーン技術を使っていくことによって、ますますこのブロックチェーン、要は仮想通貨業界、まあ、正確に暗号通貨業界がもっともっとですね、大きな、変革、もっともっと大きな市場規模になるっていうお話をね、したいと思います。で、なぜかというと、今ですね、その仮想通貨業界は、まあ、ずっとね、半年間、価格を下げていますけども、前ね、今ニュースとかで見たんですが、アリババグループが、国際送金、フィリピンと香港間送金を3秒です、完了させたっていうニュースを見て、でアリババのグループの、創業者ね、ジャック・マーさん、まあ、こちらの方もね、相当アジアで有名、まあ、僕もね、マレーシアに住んでいたりとかすると、マレーシアで言うと、アマゾンは知らないけどもジャック・マーは知ってる、っていうぐらいですね、有名な方なんですけども、そういった方がね、やっぱりその仮想通貨ってもの自体は、バブルなりつつあると、要は価格が上がりすぎていたりとか、プラス下がりすぎていたりとか、要はそのボラティティが高すぎて、機能しない、通貨として機能しないっていうふうな、ね、ことを言われていたりとか、バブルだというふうなことを言われていたりします。まあ、ですけども、このブロックチェーンという技術を、ただの金儲けの技術ではなく、もう道具ではなくて、まあ、実際にこの、技術を導入しようとしているっていう会社が、やっぱりその、勝ちに行くんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。どういうことかというと、まあAmazon もそうだし、まあ、実際にはね、まだ使ってないと思いますけども、実際にはテスト段階とか、まあ、表に公表してない段階で、まあ、いろいろね、使おうというようなことが進んでいると思います。逆にそういったことを、先進的な技術とか、今までのその固定概念とか、まあ、古いね、概念とかに、使っているその銀行とかはどん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 ですね、価値をなくして使われない、もう銀行が倒産していくっていう時代にね、入っていくと思います。要はそのまあ、僕はその、まあ、車とか好きだったんで分かるんですけど、まあ、ガソリンとかすごい高騰していって、で車はね、車離れが進んでいるっていうふうに日本でも言われてるじゃないですか。で逆を言うと、あのアジアとかね、マレーシアとかだと車社会なんですよ。車を持ってる人がほとんどで、車で移動することはほとんどなんですけども、それが多分、日本だと車離れが進んでいって、まあ、どんどんですね、車を買う人が少ない、プラスガソリンをね、使う人が少なくなったので、ガソリンスタンドはどんどん倒産していくって流れになってるんですね、今。それを見ると、じゃあこれから5年10年後したら、銀行がどんどん倒産していく時代になっていくんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、なぜかというと、まあ、銀行ってものがどんどんいらなくなっていく、うん、で銀行ってどうやって儲けてるかっていうと、まあ、これもね、僕も初めて聞いた時とか、銀行の人に直接も聞いたりしたんですけども、銀行はその融資で儲けてるんですね。会社とか、まあ、個人とかもそうですけど、もしくはそのクレジットカードとかを銀行側が作って、それを個人とか法人とかに作成して、まあ主に個人ですけどね。例えばリボ払いの手数料とかで銀行を儲けててとか、企業とかに融資をして、その手数料で儲けてるっていうものが銀行なわけですよ。要はお客さんがその銀行に預けたお金を他に回して、そのお金で儲けてるっていうのは銀行なわけですね。日本中も世界中も。うん。そんな仕組みで、まあもちろんね、銀行っていうものはお金をしっかりと預かったりとか、まあね、最悪銀行が倒産した時も補填するっていうことを言われていたりとか、まあ、いろんな理由でその銀行自体はその信用ってものを、ね、保ってる、うん、わけですけども、よく考えてみると、やっぱりその銀行 の, そのモデル自体がやっぱり古いっていうか、そういう時代にこれからね、そのブロックチェーン、仮想通貨ってものでフェーズが変わっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。ですので、その Amazon もそうだし、アリババグループもそうだし、でそしてソフトバンクグループもアリババとかね、提携したりとか、いろんな、ね、やり取りしていると思いますけども、そういったもう先進的な技術で、ソフトバンクの孫さんとかもこのブロックチェーンというものは本物で、ただその投機的な、ね、やり取りというか、お金 の, その投資だけが先行して、価格が上がったりとかしてしまったけども、ブロックチェーンというものは本物だし、これから使われていく技術だということを言われていたりします。まあ、ですので、間違いなく、ね、その仮想通貨市場というものは、2019年、2020年にかけて今のもう想像絶するような世界になっていくと思います。僕もね、多分想像できないような、フェーズになっていくんじゃないかなと思います。本当に、ね、Amazon がその Amazon もそうだし、アリババもそうだし、で e コマース要はネットを使って、商売をしている会社がね、世界的にそのもう大億万長者、になってるわけじゃないですか。 Amazon というかね、世界一、ね、ビル・ゲイツさんを抜いて、Amazon の創業者が、世界一にね、億万長者になったりとかしているフェーズじゃないですか。だからもう、ネット上で何かを売買するっていうのは当たり前になっていく。もっともっと進んでいくと思います。
だから普通の店舗ビジネスとかっていうものはもう一切、買うのは普通じゃない。要は今はその一定数のネット上に詳しいとかネットで買うのは当たり前化している、まあ、僕もそうだし、そういった人たちがネット上で買ってるわけですけども、これが逆にそのネット上で買うのが、8割9割型で、1割2割でネットに売ってないものとか近くにね、買いに行くもの、スーパーとかであれば、買いに行くっていうものになってくるっていうような逆転というかね、まあ、僕は逆だと思ってないんですけども、そういったような今までの常識がまるで常識じゃない方に進んでいくっていうようなフェーズに入っていくので、まあ、どんどんね、ネットを使う、ネットを使いこなせない人はどん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 、社会から遠ざけられていって、もう収入も、どんどん下がっていく一方だし、逆にネットを使いこなせる人はどん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 収入も上がっていくし、ネットを使いこなせるからこそ、いい職業につけたりとかいい仕事を、ね、生み出す、要は創業者とか、ベンチャー企業を作ったりとかっていう風になっていくと思うし、だからもう本当にネットを使うっていうことは本当に命だなっていうふうに思います。まあ仮想通貨もネットを使って何かする、ね、スマホもそうだし、パソコンを使って、ね、仮想通貨のアカウントね、取引所を作ったりとか何かコインを買ったりとか送金とか受信をしたりとかっていうことも、全部ネットだし、うん、何か紙を使ってやる、ね、ペーパーウォレットってのありますけども、紙を使って何かするってことは基本はないわけじゃないですか。 99% でほとんどそのネット上になっている社会の中で、本当にネットを使っている人だけがこれからですね、どん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 富を増やしていく、時代になっていくんじゃないかなと思います。まあ、僕自身もね、本当にネットに詳しくなって本当に良かったなと思いますけども、逆にだからネットに詳しくないとかネット社会の進むスピードってものすごいんですけども、これについていくってことができない人はもっともっとですね、本当にお金がない、生活になっていくんじゃないかなと思います。で逆にその今はそのお金がない国とか貧しい国でもネットに詳しい人だけがどん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 ですね上に上がっていって、どんどんねそこでネットを使うか使うか、使えないか、要は使いこなせるか使いこなせないかで、大きなね富の動きがねまたあるんじゃないかなと思います。うん、だからねこれからも僕も、どんどんねネットを使ってどうやってねお金を生み出すかとか、ネット社会の最新情報とか、まあ、仮想通貨もそうだし、そういった情報をね、あなたにお伝えしていきたいなと思います。まあね、僕のチャンネルもね、いろいろありますけども、こうやってね、見てくれてる皆さんに、本当にね、まあ、僕も、成功してほしいし、お金持ちになってほしいと思ってますので、これからもね、有益な情報を届けたいと思ってます。ですので、まだね、チャンネル登録をしていない方は、ぜひ、チャンネル登録をしていただければなと思います。あと、グッドボタンもね、ぜひ押していただければなと思います。他にもね、こちらの動画以外にも、たくさんですね、仮想通貨とかに関する情報を僕のこちらセカンドチャンネルですけどもアップしてますし、それ以外の概要欄の方にメインチャンネルもありますので、メインチャンネルの方では仮想通貨だけではなくてビジネスの成功法則とかネットで稼ぐ方法とかたくさんアップロードしていますので、ぜひねメインチャンネルの方も見ていただければなと思います。他にもねこちらの概要欄の方にメルマガ、LINE アット、Facebook、Twitter、Instagram などもやっていますので、ぜひね、そちらの方に登録していただいて、しっかりとね、ネットで稼ぐ方法とか、これからね、本当に IT のリテラシー、ネットのね、リテラシーっていうもの、要は知識ですね、ネットの知識がないと、本当にですね、もう時代にね、置いていかれますので、ネットの知識さえあれば、本当にね、お金持ちになっていく時代ですから、まあ、しっかりと勉強して、知識をね、身につけてほしいなと思います。そのためにもね、僕のチャンネルの方では、日々ね、お金を稼ぐ情報とか、ネットのリテラシーが上がる方法をね、話していきたいと思ってますので、ぜひね、チェックしてもらえればなと思います。それでは、今回の動画以上になります。これからもね、動画を見ていただければなと思います。